中止処処理水水放出適切に対処すべき日中中首脳会談核潜水呼び方変えず中国の習近平国家主席は米西部サンフランシスコで16日に岸田文雄首相と会談し東京電力福島第一原発処理水の海洋放出に関して全人類の健康全世界の海洋環境 国際的な交易に関わると述べた。習氏は処理水を核汚染水と呼び、日本側に対し国内外の合理的な懸念に真剣に向き合い、責任ある建設的な態度に基づいて適切に対処すべきだと求めた。中国国営中央テレビによると、習氏は歴史問題と台湾問題を挙げ、 重大な原則的問題は両国関係の政治的基盤に関わると主張。その上で、日本は自らの審議を固く守り、中日関係の基礎が損なわれたり、不安定になったりしないよう確実に保障しなければならないと釘を刺した。日中の経済関係については、中日の経済的利益やサプライチェーン、供給網は深く融合していると強調し、 デカップリング、切り離しは、誰にとっても利益がないと述べて反対した。また、真の多国間主義を実践し、開かれた地域主義を発用し、地域の一体化プロセスを推進し、グローバルな課題に共に対処すべきだと、日中間の協力強化を訴えた。米国が主導する半導体輸出規制などの対中包囲網をめぐり、 同盟国などに連携を求めながら強化することに歯止めをかけたいものとみられる。中国が核汚染水という呼び方を変えないということは貿易制限措置を解除するつもりがないことを意味する。科学的根拠を示すことなく消費者保護を名目として必要以上に貿易制限的な措置を取ることは世界貿易機関 WTO が禁止する 不当または差別的な措置に該当する可能性が高い。中国は TPP、環太平洋連携協定への参加を申請しているが、国際的な取り決め、ルールを平気で逸脱するような国が TPP に参加することは難しいだろう。貿易面での中国依存はリスクが大きく、これを機に日本は中国とのデカップリングを進めていくべきだ。 中国が日本産はいらないと言って核汚染水という認識を改めないのだから科学的に安全なので買ってくださいなんて日本が頭を下げる必要もないと思う実際に今まで中国依存のリスクをそこまで考えず依存し続けたのは日本だし今回で日本は痛い目を見て教訓を得ただろう今後台湾有事も懸念されさらなる混乱が生じる可能性もあるし 今のうちから中国とは距離を置いたうまい具合の外交をするべき。この金融措置は日本が中国依存から抜け出す中国以外の他国との協力を強化するのを後押ししてくれるものだし、こちらが頭を下げる必要はない。岸田首相、習近平氏に金融の即時撤廃を求める。日中首脳会談で。 岸田文雄首相は16日午後、日本時間17日午前、訪問先の米サンフランシスコで中国の習近平国家主席と会談した。岸田氏は東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出に伴う日本産水産物の輸入停止措置の即時撤廃を要求。両首脳は対話を通じて解決方法を見出すことを確認した。両首脳は 戦略的互恵関係の推進を再確認し、首相を含む様々なレベルで意思疎通を図る方針で一致した。岸田氏は沖縄県尖閣諸島をめぐる情勢に深刻な懸念を表明し、中国で拘束された法人の早期解放も求めた。岸田氏は会談冒頭、日中は地域と国際社会をリードする大国として、 世界の平和と繁栄に貢献していく責任を有する。次世代のためにより明るい日中関係の未来を切り開けるよう力を合わせていきたいと語った。習氏は平和共存や共同発展が中日両国民の根本的な利益に資する正しい方向だ。双方は時代の潮流に適応し意見の相違を適切に処理すべきだと指摘。 再び戦略的互恵関係を確認し、新時代の要求にかなう中日関係の構築に力を尽くすべきだと強調した。両首脳の会談は2022年11月にタイ・バンコクで実施して以来約1年ぶりで約1時間5分行われた。アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議への出席に合わせて実現した。 岸田氏は会談で処理水の海洋放出について科学的根拠に基づく冷静な対応と輸入停止措置の即時撤廃を改めて要求。国営新華社通信によると習氏は汚染水放出を責任ある建設的な態度で適切に処理するよう日本政府に求めた。習氏がこの問題について公に発言するのは初めて。習氏は この問題は全人類の健康、世界の海洋環境に関わるとも表明。中国政府は当初、放出の即時停止を要求して日本側の説明を受け付けてこなかったが、今回対話を通じた解決で合意したことで、強硬姿勢に変化も見えた。岸田氏は東シナ海情勢をめぐり、日本の排他的経済水域、 EEZ 内に設置された中国の部位の即時撤去を要求した日本周辺の海空域でロシア軍と活発に共同活動していることへの深刻な懸念も改めて伝えた台湾海峡の平和と安定が日本や国際社会にとって極めて重要と指摘しつつ一つの中国を支持する日本の立場に変更はないと改めて表明した こうした日本側の懸念に対し中国からは従来の説明があり議論は平行線をたどった一方両首脳は経済交流や省エネ医療・介護文化交流などの分野で具体的な協力を進めることで一致外務や経済文部科学などの担当閣僚が出席する日中ハイレベル経済対話や 日中ハイレベル人的文化交流対話の適切な時期の開催を確認し、気候変動など地球規模の課題でも共同していくことで一致した。また、拉致問題を含む北朝鮮、中東、ウクライナなどの国際情勢についても議論し、緊密に意思疎通していくことを確認した。岸田氏は会談後、 記者団に両国トップが具体的なやりとりを積み重ねることによって、両国関係を持続的、安定的に維持していく。こうした努力を続けていくことは、国民の利益にもつながると述べ、さらなる関係改善に意欲を示した。中国による日本の水産物の輸入禁止措置は、科学的な根拠も認められないもので、日本側が譲歩できる余地は見当たらない。 むしろ中国経済にとってのマイナス面が多い。中国企業でさえ中国国内の水産物加工場をベトナムやタイなどへ移行している。中国は香港における日本産水産物の輸入は規制しておらず、香港経由で日本産水産物を入手しているのが現状だ。また日本は国内消費の増加、新規、 輸出先の確保を順調に進め経済安全保障政策を進めている岸田総理が中国に要望すべきことは南シナ海及び東シナ海における力による現状の変更及び尖閣侵攻の即時停止であるまた東アジアの平和維持のために台湾への脅威を与えていることに対する停止要求も求めたい中国との関係はうやむやにせず 明確に日本の要求を伝え、その成果を示してほしい。中国国内において身柄を拘束されている方々への対処も忘れてはならないだろう。処理水ポータルによれば、ALPS 処理水は現在も継続して放出中です。中国などの原子力発電所から継続的に放出されているトリチウム量よりも十分に少ない量に管理されています。 また、モニタリング結果も、もともと海水中に含まれているトリチウム量と同等レベルです。過去には核実験の影響で、中国の海水に含まれていたトリチウム量は、リッター10ベクレル以上であり、福島沖よりも高かったことも、中国の方が書かれた論文に書かれています。トリチウム以外の放射性物質も十分に少ない量に管理されています。中国などの原子力発電所でも、 炭素14などの放射性物質が環境に制御して放出されています。ALPS 処理水の放出量はそれらよりも十分に少ない量です。中国の水産物も日本の水産物も安全です。日本は処理水放出開始が実現済みで既に粛々とやる段階に入れているから、 ここで下手に放出量とかに条件付けられてまで金融撤廃を求める必要がない。実態でも香港経由でガンガン輸出できているし、23年度から解禁になった欧州向けも伸び始めている。中国依存が不要なほどに販路確立できた後に本気で交渉すればよい。むしろ中国向けはしばらく金融継続の方が日本の水産業は強くなる。